北緯33度33分22秒東経130度19分 18.5 秒、北緯 33.55611 度東経 130.3218806 度、33.5561130.3218806。このハモール橋本は、福岡県福岡市西区橋本2丁目にあるショッピングモール。2011年4月15日に開業した。福岡市地下鉄七隈線橋本駅に隣接した福岡市橋本土地区画整理事業地に位置しており、橋本駅とは連絡橋、橋本ふれあい橋で直結している。また、国道202号福岡外環状道路沿いにある、キャナルシティ博多、マリノアシティ福岡、リバーウォーク、北九州などを管理、運営する福岡支所が商業施設の運営、企画、管理を行っている。仮称は福岡橋本モールで、その中にサンリブが運営するサンリブシティ橋本が入居するとされていたが、2010年7月にこのハモール橋本とすることが運営母体の福岡支所から発表された。サンリブは各店舗として出店しているが、衣料品などを取り扱わない食品スーパー形式での出店となっている。子育てプラザやカルチャーセンターなどの物販以外の施設も入居している。平成27年度の売上高は150億円を突破する見通しである。このハモール橋本のほか、キャナルシティ博多、マリノアシティ福岡、リバーウォーク北九州で使える共通ポイントカード、F、ジョイカードが発行されている。200円の利用で1ポイントが貯まり、500ポイントで500円のお買い物券と交換というシステムである。発行手数料は100円、期限は最終利用日から1年間有効となっている。別途特典のついたクレジット機能付きのカードも発行されている。なお、従来発行されていたこのハモールカードのほか、キャナルシティ博多のキャナルシティカード、マリノアシティ福岡のマリノアシティカード、リバーウォーク北九州のデコクラブカードも引き続き相互利用可能となっている。ABCD、このハモール橋本開業福岡市開店前に、買い物客2300人。西日本新聞。ABCD、地下鉄、七隈線橋本駅前、サンリブと128の専門店。このハモール橋本平成23年4月15日、グランドオープン。福岡支所。2012年5月31日閲覧。西松建設実績紹介このハモール橋本2012年9月10日閲覧。SM マル食サンリーブシティ、橋本大型商業施設、福岡橋本モール内に、福岡市西区、大阪特報。福岡支所福岡市西区橋本、大型 SC 名称を、このハモール橋本に、大阪特報。福岡市西区橋本、このハモール橋本食品スーパー、サンリブなど、約120の専門店大半特報。このハモール、過去最高の来場者福岡産経新聞3月29日。ありがとうございます。